こっちだよ。僕が連れて行ってあげる。姉さん、僕は姉さんのことが大好きだからね。姉さん、結婚するって本当なの？今、会課で使用人たちが話しているのを聞いたんだけど。ああじゃなくて、どうして僕にだけ隠してたの？金なんだ。ヤシロの名前なら僕だって知ってる。あれだろ、船で大儲けして平民のくせにすっかり有名になった卑しい成金だ。まさかそいつのおめかけさんになるの？どうして姉さんはそんなに冷静なの？要するにお金を調達するための人見悟空だろ。姉さんがそんな爵位もない平民の男と、親がそうなら息子だって知れてる。きっと金のことしか頭にない粗暴で下品な男だ。父様がそもそも騙されてるかもしれないじゃないか。そんな奴らのところに行って姉さんが幸せになれるはずない。どうして僕に一言も相談してくれなかったの？みんなでそんな大事なことを勝手に決めて、僕だけこの家でのけ者なの？子供じゃない！姉さんには家族としての誇りがないんだ！僕は当主になんてならない。この家なんて別にいらない。姉さんなんて大嫌いだ。お嬢様。もう誰も部屋に来るな。食事も一生いらない。とのことでございます。
申し訳ございません。ことの責任は私でございます。厨房で使用人たちがお嬢様のご縁談の噂話をしていたのも、ひたき様が聞いてしまわれたのです。つまりそれはこの久世家のカレーである私の落ち度でございます。本当に申し訳ございません。ひたき様がお心を痛めるのはよくわかるのです。奥様がご実家に戻ってしまわれて、お嬢様はひたき様にとって姉でもあり母でもあり、そんなお嬢様が、お嬢様、震災のせいです。あれが悪いんです。あそこで取り付け騒ぎなんて起きなければ。お前はそんな心配などしなくていい。これからの新しい時代を生きるためには女子にも教育が必要なのだから。そうでございますね。
大奮発でございますね。では今車を用意させます。はい、どうも。お嬢さんで20人目だよ。今日、右はしずるの本を買ってくのは。今一番の売れっ子だしね。この間、ちょっと人づてにサインを頼んでみたんだけどね。やっぱり無理だった。大先生は気難しいんだろう。なんて大嫌いだ。おい、早くしろ。首相の息子が自殺するなんて一大事だ。分かってるよ。でもまさかこれも例のあれ絡みだって思ってるのか。俺は絶対そうだと踏んでる。警察にもみ消される前に調べ上げるぞ。